こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー千本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムをどうぞ。それでは215回目の千本ノックを見ていきます。今日は副腎皮質から分泌するホルモンということですね。857本目、糖質コルチコイド、これは丸です。858本目、硬質コルチコイド、これも丸になります。859本目、アドレナリン、これは副腎髄質から出るホルモンですからペケになります。860本目、ノルアドレナリン、これも副腎髄質から出るホルモンですからペケになります。今日の副腎皮質から出るホルモンは糖質コルチコイドと硬質コルチコイド、この2つを覚えてください。それでアロマテラピーのテキストですと、糖質コルチコイド、硬質コルチコイド、こういった表現がされていますけど、他のいろんなね、解剖生理学の本を見ますと、糖質コルチコイドのことをコルチゾールとしている本が多いです。それから、硬質コルチコイドは、電解質コルチコイド、あるいはアルドステロンと表記している本も多いので、これも頭の片隅に置いておいてください。はい、それでは今日はこれで終了になります。この YouTube 動画へのチャンネル登録をしていただけますと、毎朝の動画の更新を見逃すことがありませんので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。